んにちは、まゆみです。私は今羽田空港に来ています。はい、今回はですね、7泊8日で初めての台湾に行ってきます。海外自体が4年ぶりなのでかなりワクワクしています。で、今回はですね、大和渓谷社さんの撮影で行ってくるんです。なのでちゃんと、はい、山にも登ってきます。で、台湾は山岳大国で3000メートル級の山が100以上もあるんですよね。なのでそのうちの玉山という台湾最高峰の山にも登ります。富士山よりも高い山なんです。で、台湾に旅行に行ってちょっと山にも登りたいよっていう方のために光明山という山にも登ります。はい、なので今回は2つの山に登る予定なので楽しみにしていてください。それでは気をつけて行ってきます。今日からよろしくお願いします。五十嵐さんとカメラマンのすみさんです。では今から飛行機に乗って行ってきます。はい、無事2万円分の悠々カードゲットしました。ありがとう、ありがとう、バイバーイ。お、タクシー、はい、空港の外に出てきました。ちょっと外は暑いです。結構暑いですね。ムシッとしてます。で、今からタクシーに乗って台北の方に移動します。並んでます。に到着しました。すごいかわいい。お風呂付き、いいですね。すごい、ちゃんとネスプレッソもある。めっちゃいいホテル。はい、今日から2泊宿泊する宿、K ホテルに到着しました。めっちゃ綺麗な部屋でちょっとびっくりしてます。はい、で、今からちょっと打ち合わせがあるので、打ち合わせに行って、その後会食をしに行きたいと思います。では、行ってきまーす。
建议是这样，因为这一天这几天有跟理事长碰，所以我们的想法是明天。ここから出発。それでずっと来て、ここ七星山ってありますよね。でこれあの東方と四方があるんですけど、これずっとここへ行って、でそこからあの反対側のところですね。あのシャオヨカンですね。まあ小さな油の穴になります。ここまで歩くというんですね。どれぐらいですか、時間は。時間はまあ普通に歩けば2時間、3時間で行っちゃいますけど。はい。はい、台湾。ユニフォーム。似合いますよ。谢谢。我们应该介绍山呢，介绍台湾的菜。我们酔っ払いで店主。哦。サンドイッチ。哦，美味しい。谢谢。谢谢。谢谢。いやー美味しかったー。わー、これが夜市、すごーい。あっさり、牛肉スープだけどすごいあっさりして、めっちゃ飲んだ後にすごくいい。締めのラーメン的な、めっちゃ締めのスープ。おはようございます。2日目の朝です。今から朝食を食べに市場に向かいます。まだちょっと暗いですね。でもなんか気温はちょうどいい感じ。はい、ということで行ってきます。Intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. フリーの流水機。あ、昨日の夜市の跡が。あ、あ、しみる。あ、優しい。優しい。すごいごま油が効いてますね。ごま油。うまい。体にいい感じ。朝ごはん。先生。もう朝食べるのには鶏肉っていうぐらいすごい美味しい。Skip the chit chat, cause that shit cheap. Doesn't matter either way, cause I can't hear a thing. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep. Your friends are drunk, and the DJ keeps playing the same songs. And time isn't moving along. パッキング終わったので、今から、登山に行きたいと思います。で、まず電車で向かいます。これがジェンタンホール。この駅に今から向かいます。
駅という駅に到着しました。でここからバスを乗り継いで陽明山という台湾で一番人気の山に向かいたいと思います。すごい、これに乗るんですか。すごい人。バスに揺られて冷水溝蘭州館に到着しました。で今から私は陽明山のうちの一つ七星山チーシーシャンに登りたいと思います。標高は1120メートル。ここの冷水溝の登山口からは約2時間ぐらいで山頂に着くそうです。でここはお水を汲んだりトイレがあったりビジターセンターになっています。なのでここで準備を済ませてから登山を始めるという感じですね。はい、では行ってきます。結構広い綺麗なトイレがあります。七星山に登るのには3つの登山口があって、こことこことここがあります。で今日はここからこう登ってこっちに降りるコースで歩きます。はい、ちょっと寄り道してこの湖ニューナイポンドに行きます。ミルクポンド、すごい真っ白。硫黄ですね。この近くは硫黄が取れたんですよ。が溜まってこういう風な湖になった。へー。はい、登山道はここからスタートします。ただちょっと寄り道をするので今日はこっちから登りません。動かない。火山の山なので温泉があります。どうですか、ぬるい。あ、ぬるい。温泉があります。なんか駐車場が。今からこの無限湖というところに行きます。はい、樹林帯に入ってきたらだいぶ涼しくなってきました。少しねムシッとして暑いです。で今無限湖に向かっているんですけど、こういう石畳がずっと続く感じになっています。結構階段が急ですね。ずっと階段なわけじゃないですよね。ずっと階段ですか。はい、眺めがいい。すごい涼しいですね。湖が見えてきた。あ、これが無限湖ですか。この水はね、どこから流れ込むんじゃなくて、はい、いわゆる雨水が溜まってるだけなんで、水の量ってのはその季節によってね、天気によって変わるんです。今日は多い方ですか。今日はまあ中ぐらいっていうところかな。うん、これが台湾で世界に一つ、ここだけしかない。さっきのところの分岐ですか、これは。最初の登山口から登ってくるとここに出てきます。で今から七星山にこっちです。登っていくんですね。あと1キロ。ちょっ
あそこをずっと登っていきます。すごいですね、この笹。これはね、矢竹って言います。矢竹2メートルありますよね。環境のいいところではこれとかもっと高くなる気がします。はーい、はい、ちょっとお腹が空いたのでさっきいただいたパイナップルケーキを食べようと思います。うん、おいしい、好吃。サチーマ、yes, サチーマ、yeah. 何？サチーマ、yeah. 奈子さん怎么讲？サチーマ。This is how to say translate。すごい木漏れ日が綺麗。階段が続いてます。七星山のピークまで400m です。すごい眺めが最高ですね。すごいずっと階段が続いています。だけど振り返るとめっちゃ景色がいい、いいですね、この眺め、すごい綺麗。見えてきた。これは東方ですね。あれが東方。結構人がいっぱいいますね。はい、到着です。七星山の東方に到着しました。ちょっとガスって景色があんまり見えません。はい、主峰は向こうですね。これからちょっと下って登る感じになります。はい、これで一回下っていきます。もっとさあ、こっから登っていきますよ。はい、今東方から一旦下って今から主峰に向けて登っていきます。あ、でもちょっと道標が、こっちは何があるんですか？光明山のバスターミナルから直接上がってくる。ああ、こっちがちょっとハードな道ですね。すごい、ちゃんと AED があるんですね。主峰まであと130m。階段が。台北最高峰七星山1120m に到着しました。すごい、結構見下ろす感じで眺めがいいです。気持ちいい。海岸線わかりますか？うん、わかります。あの向こうが台湾海峡ですね。わー、美味しそう。なんかぶどう？はい、これすごい甘いですね。皮ごと食べられる。わかる。シャインマスカット以上。ぶどうをいただきました。うん、あのシャーベットとかそんな風になるの。美味しい。美味しい。
すごい。硫黄臭がすごいです。そして蒸気がすごいんで、ここにいるだけでかなりサウナに入ったような暑さがします。早く退散しましょう。暑い暑い。着いた。お疲れ様でした。はい、無事下山しました。いやー、結構ね階段があったので足に来ましたね。だけど山頂からはすごいあっという間だったので本当に気持ちよく歩けました。ちょっとビジターセンターで水分補給をします。暑くて喉が渇きました。何これ、お茶？あ、いいじゃないですか。無事下山口の昭雄湖シャオヨウタンに到着しました。はい、後ろはねこの硫黄の噴煙が湧き上がっている感じのすごい迫力があるところになります。で、陽明山七星山、すごくねいい山でした。登山道が結構しっかり整備されているのでとても歩きやすかったです。ただね、階段地獄なのと樹林帯が少ないのでかなり暑かったです。なので私忘れてしまったんですけど、帽子は必須かなと思います。で、水分も買うところがないのでたくさん持っていかれた方がいいかなと思いました。で、山頂は本当たくさんの方がいらっしゃって、本当にね台湾の方に愛されている山なんだなと感じました。で、今回台湾の山初めて登ったんですけど、すごくね充実して楽しい一日となりました。なのでこういうふうに台北旅行の一環として登山を取り入れるのもかなりいいんじゃないかなと思います。で、今日は台北最高峰の山に登ったんですけど、次は台湾最高峰の玉山に登りたいと思います。で、玉山の動画は次の動画でお届けしますので、またお楽しみにしていてください。はい、ということで今からお風呂に入ったりご飯を食べに行きたいと思います。今から軍艦岩に行きます。はい、今山からちょっと降りてきて、すごく有名な観光スポットがあるということでやってきました。で、ちょっと登るだけかと思ったら30分ぐらいがっつり登るらしく、今階段を上がっています。結構ねさっき登った後だったんでしんどいですね。でもちょっと夕日がいい感じなので景色もいいかもしれないですね。はい、ということで頑張って登りましょう。さっき登った七星山が見えます。すごい人。はい、台北市内が一望できる軍艦岩にやってきました。すごいんです。もうずっと市内が見渡せます。そして夕日、今すごく綺麗です。ちょっと登山の後でしんどかったんですが、ここはね絶対来るべきところだなと思いました。夕日の時かなりおすすめかなと思います。
すごいな、眺めが最高。I'll give you more than half a need.